皆さんこんにちは、ワンダルグルージです。では今回はデートークの決断法パープギット棒の岬を機械戦ヤマトドッコリベンジ会やっていきたいと思います。まあ、前回はですね、ご覧いただいた方いらっしゃるかもしれませんけども、まあ、非常に序盤苦戦を強いられたという中、後半やっぱりヤマトのね火力がはまると強いというのかね、よくわかる戦いだったと思います。まあ、しかしながらやっぱり戦いの方は敗れてしまったというところもあるので、今回はですねまた同じですかというふうに皆さん思われると思うんですが、もう一回同じ作戦試させてください。ただし今回はですね、水雷戦隊をもうちょっとね後まで引っ張ります。前回は昼間の間に水雷戦隊がほぼほぼ壊滅するということで、敵の空母に打撃を与えることが十分にできなかったというのがとても悔やまれます。なので水雷戦隊も、夕方まで敵に見つからないようにですね、こっそり隠れてます。で、その上で夕方になったらね、水雷戦隊を一気に、敵空母艦隊に突入させていくということをちょっとやっていこうかなと思ってますので、ちょっと今回はね、前回までと同じような展開になるとは思うんですけども、そのあたりをねちょっと、まあ、見ていただければいいのかなというふうに思っています。では各艦隊その場で一旦停止させて、航空索敵だけ行っておきます。第2艦隊がちょっと早速外しちゃったかな。まあこれはこれでいいでしょう。とにもかくにもね、空母を守る、まあ、空母の火力もやっぱり捨てがたいものがあったというのは、前回見ていただいた通りの部分にはなりますので、空母の火力も生かすためにね、せめて第1撃第2撃と空母が攻撃を加えられるようにですね、ここはしのいでいきたいなと思います。では時間を進めていきます。各艦隊その場で停止、まあ、待てという状態ですね。前回もね、雨のタイミングがもうちょっと早く来てれば、また違った展開、もっと惜しい展開に持っていけたのかなという意味での悔いは残るんですけど、まあ、雨はもう天運、運任せという要素が非常に強いので、やっぱりそれ以外の部分で最善を尽くすということを、まあ、ちょっとね、心がけてやっていきたいかなと思ってます。ね、策的に飛ばしてるものもさ、できればもうね、航空攻撃用に当てたいんですけどね。さあ、敵の空母発見してる。敵の直縁を偵察機が引きつけてくれる展開が一番理想かな。味方は、航空戦艦から爆撃が2つの編隊で計12機出てますね。護衛機の足が多分届かないと思うので、爆撃機計12隻が果たしてたどり着けるのかというところかな。敵の母艦までベニントン、ホーネット、両正規空母に護衛空母ベローウッド、さらにサンジャンシントの計4隻からなる艦隊発見してます。爆撃機の足もちょっと微妙だな。敵の直縁が一旦離れていたのがやってきて2機撃沈、撃墜されて、それで戻ってきてくれ、もう1機撃墜されて、なんとか3隻の損害で済んだか。で、敵攻撃機こっちに来なければ一旦このまま生還しましょう。敵の空母に爆弾は一発も落とせなかったですね、そもそも。
このまま時間をずっと進めていっています。敵に発見されないまま12時を迎えたい。発見はね、多分今されてないと思う。ギリギリでは艦隊を南へ向けていきます。全速前進。ヤマトもいつでも雨が降ったら突撃できるように少し近づけておきましょう。さあ、敵に発見されたね。ここで敵に発見されてます。ちょっと早かったかな、敵に発見されるタイミングが。敵の偵察機が降りるところを発見しましょう。何、ヤマトが発見された？それはないだろう。ちょっとヤマトが発見されたとなると全艦隊が危なくなるので一旦下がりましょう。敵の偵察機の去る方向、うわ、こんだけの数だもんな。雨降って欲しかったな、序盤に一回。さあ、敵の空母も発見してますね。位置的には最初に発見したベニントンとかのホーネットとかの艦隊ですかね。ちょっと一度時間を止めます。味方の損害状況を確認したい。うわ、これだもんな。春菜が狙われてるね。春菜をおとりにして離脱させるというのもありだな。このままだと春菜が足を引っ張る可能性が高いので、ヤマトは本当に発見されたのかな。この感じだと発見された感じもあんましないんだけどね。どの巡洋艦？大江戸か。矢作ではない。戦艦春菜が大破。戦艦春菜の大破はどうなんだろう。速力が落ちるようであればちょっと切り離したいな。いや、速力は維持してる。よし、そのままそのままそのまま行こう。で、第一艦隊の方は敵に、ここに来てようやく魚雷も撃ち込める距離まで入ってきてますね。よし、ここまでちょっと緊張の連続ですけど、敵の空母にダメージを与えつつありますね。ちょっと止めます。機関がやられてしまったので状況を確認しましょう。うわ、この変態だよ。
変態ってそっちの変態じゃないですよ。この航空変態。これはきついよな。どうやってこれ潰すんだいっていう感じするもんね、この数。なんとかかわしてね、一隻でも多く、たどり着いてくれればいいかなとは思うんですけど。敵基地までね。さあ、そろそろ航空索敵をもう一度出しましょう。距離的に届くんじゃないかな。一方では敵の空母にちゃんとね、一撃も加えていきましょう。了解。さあ、これで第一艦隊水雷戦隊がどこまでやれるかだな。敵の空母を仕留めておきたいので一隻でも多く。了解。ではまた時間を進めます。差し違える、そういう覚悟でね、もう敵の空母を仕留めるしかないので、了解。撃て。どっかの艦隊が了解。機関がやられているものがあるな。駆逐艦霞が機関を喪失してますね。霞を置いて他の艦隊で敵を潰しに行きましょう。ここに敵の空母がいるね。こっちの空母へと進路を取っていきます。了解。全速前進。霞はこの場で撃てるだけ撃つ。了解。残った第一艦隊でなんとか対応していきましょう。戦艦春菜が撃沈されてますね。雨欲しいな。ここで敵の2個機動部隊と戦うのか。なかなか気が重いな。敵の空母に狙いを定めて戦っていきます。さて、こっちの方はどうなってる？ベニントン、ホーネットはもう甲板大破だね。ベニントンがまだ生きてる感じか。ベニントンの甲板を潰しましょう。ベニントンの甲板は何としても大破させる。で、こっちが結構きついことになってんだな。敵の位置が良くなかったよね、本当に。さて、どうする？雨に備えてヤマトを南下させておきましょう。撃て。了解。なんとか雨が降ってくれないと、このままじりじりと削られていってしまうかな。どうしようかな。水雷戦隊はね、この 1, 1
個艦隊をほぼ潰して、まあ、ベニントンが残ってしまってますけど、まあ、このベニントンを残して3空母を撃沈してくれたというのは大きいんですけど、ここだよね。ここがきつい。ワスプもまだ甲板生きてるもんね、これ見ると。甲板をどうしても潰しておかないと、敵の空母から艦載機がじゃんじゃか現れてくるんで、まあそれをどうしのぐかっていうのもあるんですけど、こんだけの戦力差が出てしまうと、しのぐのはちょっと難しいからね。SX を撃沈してるね。従順一隻喪失ですね。ただ、エンタープライズ。これ、甲板大破。あと、ランドルフ、インディペンデンス、SX、ハンコック。この辺りの正規空母が残ってるので、これを仕留めていかなきゃいけないかな。で、おやつらは、機関を喪失しているの？機関喪失してるやつがいるな。機関喪失してるやつはもうちょっと置いていくしかないので、置いていきましょう。従順が頑張ってくれてるけどね、火力がまた低下しますからね、ここで。ここで今度は基地航空隊がやってくるのか。キリがないな。本当にキリがない。ちょっと待ってね。今度はこいつらの中に機関喪失してるやつがいる？いや、大丈夫だな。従順がさらに一隻やられたか。なんとか敵の空母を仕留めて、ヤマトの火力にかけたい。
いや、これさ、従順特攻だよね、もう。完全に、様相は。さ、敵空母撃沈して、残った敵の空母 SX がちょっと残ってる、ハンコックも残ってる。バンガーヒルは、甲板大破ですね。ランドルフ残ってるね。インディペンデンスも残ってる。惜しいところまで行ってるんだけど、撃沈まではいずれも行ってないかな。では、残った艦隊で特攻をかけましょう。と言ってもかなり厳しそうですね。今回も雨降らずだもんね。水雷戦がうまくいっていただけに、まあ、ちょっと残念かな。ヤマトも機関喪失ですね。艦隊戦はね、想像よりはうまくいっていたのかなとは思うんですけどね。あとは敵の3個の、まあ、艦隊のうち、2つがね、同じ場所にいたので、まあそれもちょっときつかったかな。かっこ撃破するっていうのがもうこの作戦での大前提なんですけど、敵が合流してると厳しいですね。では戦艦見ていきましょう。まずは敵の第一艦隊から。戦艦インディアナ、これ撃沈してます。さらに、軽空母ベロウッド、サンジャンシント、これ撃沈。さらに正規空母ホーネット、ベニントン大破。戦艦マサチューセッツ、これを大破追い込んでいます。で一方、第二艦隊から、正規空母ワスプ、エンタープライズ、これを撃沈。ランドルを大破。さらに、軽空母インディペンデス、これも大破させています。第3艦隊から SX、これは中破。さらに、正規空母バンガヒル、これも大破。ハンコックは中破。そしてバターンを撃沈。まあ、こうやってみると敵の空母は今回ほぼほぼ無力化できつつあったんですよね。なので、あのタイミングで雨が降ってれば、今回は本当にハマってたかもしれないなという思いはあります。まあ、ただね。雨は天運なので、ちょっと仕方がない部分ももちろん多々あるので、雨と総選と、まあ、それらのすべてがハマったとき、もちろんね、雨と総選以外に敵の配置も重要なので、この3つの要素がハマったときに、おそらく敵の艦隊にもダメージを与えて、味方の損害は少なく敵基地を攻略するっていうね、ことができるんじゃないかなと思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。